お疲れ様です。ラットルセ、今回はですね、親衛隊をね、使ってやっていきたいと思いますというわけで、こちらの親衛隊デッキを早速、使っていこうと思うんですけど、今は親衛隊が、言うほど使われてないというか、常にあんま使われてはないんですけど、使われてないだけでね、使ってみると、意外とね、相手に使われてちょっと厄介って言いますか、意外と強いということもありのってわけで、こちらね、新環境、今輝いているごぼりの入っている、枯渇系ですね。親衛隊小物詰めみたいな感じで、ディガー削り、親衛隊セパレートして、スケバレとかヤリゴブとかで左右に振って、相手のマスケとかね、ポイズンとかファイブがない代わりにディガープラス雪玉とかで、処理していくといった感じの、イメージで、やっていきたいなと思います。よろしく。さあ、で、ラバに対しては、ソラニアはね、ヤリゴブ、マスケ、ガゴムレ、ユキダムって結構強くて、バルーンも誘導できる。そして、ゴレとかは、結構マスケとかガゴムレとか、親衛隊で溶かせるし、ゴボリですね。やっぱり結構環境の鍵になってると思うのがゴボリで、ゴボリがあるだけで、基本的に陸に対して全てには何にでも対応できるようになっちゃうんですよね、これが。ここ一回受け、ちょっと受けのゴボリです。ロイジャイとかジャイとかは全てに対してゴボリが優秀。なんでね、陸はゴボリだけで、基本的になんとかなってますね。よいしょ。で、こういうのにもう、スケバレとかつけて、マスケとか出たらディガー飛ばしたいですけど、メガナイトね。で、これは、親衛隊でいいかな。なんとなく親衛隊で守れそうなんで、よいしょ。で、親衛隊出しつつ、やりゴブとかね、こう横からチクチクしてあげると、いい感じに、これできますね。で、相手は、あれですね、メガナイトスケバレディガーの、これですね、やりゴブギャングコウモリ、ギアが多分何かがあると思うんですよ、ね。これは、正直ガコムネ使っちゃうと、ザップ打たれて、いい感じに処理されてもったいないんで、一回使わないですね。ってことで、ギガで攻めると、でも雪、コウモリで防衛してくると思います。で、攻め行き打って、当たんないか。ちょっと辛いですね。これは、ゴボリで、スケアミつって、ゴボリだけでこの、スケアミじゃない、スケルトンバレルは、結構ね、防衛できちゃいますね。これ優秀ですね。で、そして、このままカウンターになるっていう。多分ここギャングで抑えられるんですよね。で、ここは、後ろからマスケでいいですね。多分、吹き矢とか出てないからわかんないですけど、多分、あれ、ポイズンなのかな？吹き矢系があると思うんですよね、基本的に。吹き矢か、そう、インドがあって。これちょっとすることないんで、ガゴムレさすがに出すのも良くないんで、後ろから親衛隊出していきます。で、一回ゴボリでクッションはいいや。で、これインドラを、ガゴムレで処理しつつ、これ多分ザップ打たれるかな。これで、いい感じに、勝手にカウンターですね。で、相手は絶対に右に、左に目が行くんですよ、左。このスケバレとかガゴムレいる方に。だからここで、こう右側をね、こう攻めてあげると、相手は意外と苦しいっていう。で、ちゃんとね、相手両サイド防衛してるんですけど、こう左右にやっぱ触れるっていうのが、このデッキの強みですね。7スケバレぐらいは無視して、これまたスケアミだけでいいですね。スケアミとか親衛隊だから別に出さなくてもよかったんですけど、スケアミだけじゃない。めっちゃ間違える。はい。で、これまたスケバレ飛ばして、今度は逆にどっちに行くっていう風になりますね。けど、ディガー削り範囲だと思ってるんで、もう右側にね、こんな感じ行きます。で、真ん中のやりゴブセパとかめっちゃ強いですね、今みたいな。そしたら、これ相手はね、必死に右守ってるんですけど、その間にね、まさかの左が入るっていう。はい、僕も今見てなくて、このちょっと、コストが漏れちゃってきましたね。見てなくてというか。よいしょ。で、ここはやりゴブで防衛して、さすがにこれ多分おられないですね。あ、このザップはいいザップですけど、もうね、ディガーでフィニッシュですけどね、落下で120ぐらいね、ダメージあるんで。よいしょって感じで、意外と、親衛隊が来てるんですよ、これ。本当に。だって親衛隊って結構メガナイトとか、メタカードなんですね、こっちからすると。なんですけど、ごぼうりがね、あることによって、そういう範囲系にも、のダメージ受けることができるしっていうので、結構いいですね。親衛隊後ろから出した瞬間とかに来てもゴボリでファイってなんとかなったり、ゴボリからの逆サイマスケで、
攻めたりもできるんでね、結構いいデッキなんではないかなと思います。というわけで、まあ、初っ端は基本的に、まあ、待って、まあ、やりこぶぐらいあると8枚のやりこぶでねいけるんですけど、相手がどうしても出してこない場合はどうしようかな、生き玉使おう。ゴブリ置いちゃってケツゴリ合わされるのがちょっと嫌なん でここ、まあ、基本的にこの 2,3 ぐらいで回していきたいですね。やりこぶ、スケバレー、ディガーとかで基本的に回していきたいと思います。でこれ相手ウィザード出したんで、これに対してはまあマスケ合わせて、あのウィザードがちょっと厄介ですな。これ親衛隊で正直最強ですね。これだってウィザード に勝ってくれればもう、あ、ウィザードだけも、やばいやばい、ウィザードが強い、ウィザードが強い。そう、ウィザードだけもやっつけてくれるともう超助かりますね。ウィザードと今エレキ咲いたんで、まあ柳雨があったらドンマイなんですけど、ウィザードとエレキ咲いてるってことは圧倒的に空がきついと思うんで、こんな感じでガゴムネも付け足して、でこの左側、ね、もう許容ですね。ちょっと400ぐらいのダメージをあえて受けて、その分ね、もう一気に攻撃に回してダメージを与えていくっていう感じですね。なんで自分が攻めようと思った時に、もし相手が、まあなんか、ディガーとか来たら、ディガーとかも超絶無視しやすいユニットではありますね。なんかホグとかを無視すると結構ダメージ持っていかれるのすごい痛いんですけど、攻めるって決めたらもう4、500ぐらいならダメージ許容していいと思いますね。多分また同じですね。スケバレに多分ウィザード出してきて、はい。これまた同じですね。で、来て、8枚ペッカなんですけど、ペッカがちょっと厄介だったんで、親衛隊、まあいいかな、ディガープラスのゴボウリとかでもいいなと思いますね。これちょっとあれですね。ちょっと、これマスケにダメージ与えられるの嫌だったんで、え、やば、なんか相手が結構何も出してこないんで、僕もなかなか出しにくいんで、困ったら後ろから親衛隊ですね。でこのやりこぶを固めてもいいんですけど、これやっぱセパすることによって、両サイにね、このやりゴブリンが行くんで、コウモリとかも対応しやすくなるし、結構おすすめですね。この両サイ、セパ。もうセパしてるだけなんですけどね。で、この真ん中マスケ。マスケを真ん中にすると、結構、両方にね、対応してきたものを処理できるっていう。あ、これ多分、このウィザードが、そっち側に出たら美味しいですね。よいしょ。で、このマスケバレ飛ばして、あれ、クリストですね。このウィザードは、まあもう落ちますね、さすがに。一応防衛します。よいしょ。けど、はい。っていう感じで、マジで、やばいっす。これもう、親衛隊セパって、やりこぶセパって、まあ、あと相手のユニットに合わせて、まあ、ディガーとか飛ばしたり。で、防衛をゴボウリとマスケ、まあ、基本メインですね。まあ、親衛隊も防衛でこう、使えるときはもう、じゃんじゃん使っていいんですけど、これ結構楽に勝つことができますね、今。見てくださると分かると思うんですけど。なんで、まあ、まあ、ウィザードぐらいですかね。ちょっと厄介なのが、さっき防衛、親衛隊が、ペッカウィザードで結構親衛隊が一体ずつ確実に処理されてたんで、ああいうのは、あとゴボウリをね、ペッカとウィザード、まあ、ウィザードの横ぐらいに出してあげて、ウィザードから先に処理してあげれば、もうあとね、もし、やりゴブとか、何でもペッカはすぐ溶かせると思うんで、よろしく。で、これは、やばい。これはワンチャンザップ垂れるかも。まあまあまあ。言うのってことはペッカかな。多分ペッカだと思いますね。で、一応取ってますね。一応まあ、後ろから受けから行きます。多分ケツペ。言うの吹き矢ってなんだろうな。まあ、ラムぐらいかな。これ合わせて、スケバレプラスの雪玉で、この三角飛ぶんでね。あ、三角飛ぶんですけど、僕がずらしたことによって、飛ばなくなりましたね。やばいやばい。これあれです。最強。困った時は、ゴボリです。で、あ、わかった。相手バルーンだ、これ。バルーンだ。多分バルーンっす。あの、ペッカが入ってます。ペッカが、待って、ランバー、アイゴレか。アイゴレ？あ、ごめんなさい、ならないです。ジン、ん？吹き矢。ちょっと待って、さっきも言ったの。ちょっと混乱っすね。ちょっと混乱してますね。相手の気が。むずいですね。むずい。でも、陸が、結構陸系のデッキだと思うんで、親衛隊が刺さると思うんですけど、このマスケがちょっともったいないかもっすね。とりあえず、ケバレ飛ばして、やっぱそうですね。ラム系ですね。よいしょ。これも左のあれは、勝手に処理できます。
この槍ゴブしっかりセパして、あはーゴブリンが行った前に行っちゃいましたね。でこれ多分左、あーサンガゴ吹き矢ってなんかあんまり見ない。このサンガゴな、これゴボウリで吹き矢がちょっと厄介ですけど、多分折りが強いんで大丈夫だと思いますね。でこれ両方いい感じに削らして1個取って勝ちたいですね。多分ライトニングかな、こうなったら相手スペルが多分いい。あれ待って、これ雪生、はい、多分これライトニング打たれると思うんですよね。なんで、まあ、これは雪玉でしっかり1回止めます。違うのかな、よいしょ。でラムライダーが止まるとめちゃくちゃ嬉しい。 OK で勝手にカウンターですね。でこの間にあの右もまたダメージ削れるん でこう相手の吹き矢処理して、これ多分マスケをこれギリ延命できると思ったんですけど、ラムライダーが振りかぶりましたね。ラムにはまあゴボリが優秀、あと雪玉もあるんで、これは雪玉プラス、ああ、言うのが、いや、ゴブリ強っ！マジ？これ、やりゴブとかでちょっとチクチクして、スケバレも合わせてあげて、まあ、吹き矢がね、厄介なんで、吹き矢にディガー当ててあげたいですね、こっちからしたら。で、これはラムをゴボリで受けようとしたんすけど、なんか受ける前に勝手に、なんか死んじゃってましたね。また後ろから、多分相手スペルないのかな、もしかしたら。これめっちゃいいですね。だってこれもうこれしとくだけで勝てそうですね。よいしょ。新鋭隊マスケのやりこぶセパで、僕今ずっと左を攻めてるんですけど、これ繰り返すと、多分、右側が気づいたら削れてるんですよね。でも相手はそんな、余裕がないんで、この右側をあんまり、そう、あ、三角にちゃんと防衛してますけど、結果ダメージが入っちゃいますね。で、たまたま、このゴボリが働く。いいっすね。でこのガガちょっと痛いんで逆攻めますけど、受けつつ吹き矢向きますね。よいしょ。これ別に新鋭隊と雪玉でギリ止まるか止まんないかっすね、これもしかしたら。よいしょ。これ一応ゴボリ出しますね。ラムライダーちょっと怖いんで、でこれカウンターになるんで勝手に、しかも左も相手これ防衛しないといけないですね。でこれも勝手にカウンターで折れそうっすね。よいしょまあ、こんな感じですね、マジで。その、新鋭隊が、やっぱ対応はむずいと思いますね、両サイ。なんで、勝手に気づいたら、勝手にダメージ入って、まあ、めっちゃ削れてるっていうのがあるんで、こうやって強そうですけど、強そうですけど、それよりもね、この新鋭隊が今、まあ、来てるっていうので、こちらね、まあ、ゴボリが入ったことによって、圧倒的に強くなりましたね。てか、結構合うんじゃないかなと思いますね。新鋭隊とかと。はい、というわけで、まあ、今回ね、こちら、新鋭隊デッキ、ぜひ、多分今、結構環境トップに来るんじゃないかぐらいね、強いと思ってるんで、ぜひこちら使ってみてください。というわけで皆さん、今回こんな感じで終わりにしたいと思います。では、お疲れ様でした。